殺し方は決まったか？残酷！どういうことじゃ？楽しいの！またしても汚れたぞ！これだけ破壊したのか？あの女、ユシロウさん！ネスコ、明らかに匂いが違う。強いのか？濃い匂いだ。肺の中に入ってくると重い。炭治郎さん、私たちのことは気にせず戦ってください。守っていただかなくて大丈夫です。銃ある肩の中で。だが、存在自体を消せるわけではない。ベルほど痕跡が残り、起物時に見つかる確率も上がる。出ない。何か言うておる。腕が増えた。ここで私の術を使うと炭治郎さんにもかかってしまう。ユシロウも私たちは治りますから気にしないで。おい、間抜けの鬼狩り。ネズコ外だ。木の上にいる鬼を頼む。楽しいな。水の呼吸。妹さんの血を調べさせてほしい。二つ、できる限り鬼舞辻の血が濃い鬼からも。玉屋さん、この二人の鬼は、あのお方のご機嫌を損なうような真似はさせぬぞ。はい、わかりました。気をつけつつ、少しも油断せず。土ぼこりを立てるな、汚らしい。ネズコ、わかりました。ネズコ、絶対に無茶をするなよ。少しでも早く薬を完成させるために、どんな鬼とも戦う。戦って勝つ。技を出して衝撃を緩和しろ。蜂の型たっほー。二つじゃ。鬼狩りと逃れ者、残りの二人はいらぬ。どうする、絶対負けられない。だけど気の糸が見えても簡単には切れないぞ。どうすればこのまま攻撃され続けるとまずい。反撃しなきゃ。直接触れないようにねじれ、巻き取れ、ねじれ渦。